まあ、東大入ってここ行くとエリートみたいな、そういう感覚っていうのはまだまだなんか根付いてて、じゃあ私はこういうことしたいなと思っても、え、でもその後どうするのとか、え、それってそれを職業にするってことみたいな話とかあったりするので、なかなかこうシステム云々の前には、じゃあ自分がどうしたいのかっていうところは学生自身がちゃんとしていかなきゃいけないのかなっていうところ。就職されるんですかね。決めてないです。ああそうです。昨年末に堀江さんにもうジャストドゥイットだと、今すぐやるべきだと、で YouTube を始めたっていうか、あの一人一人の学生さんと喋ると全然大人より稼いでたりするし、うん、てか大人よりも変化に対応してたりするじゃないですか。そうですね。実際その今東大生の起業も増えてるっていう報道もあったりするんですけど、実際北野さんどうなんですかね。その増えてると思いますけどね。増えてるんですよね。なんか小さい PL でそのサブでビジネス持つっていうのは誰でもできる時代になってきたじゃないですか、うん、で YouTube とかってまさにそうだと思うんで、うん、だから別になんかその就職活動っていうか大きな会社で働きながらそのサブで YouTube やるとか全然やってて、 YouTube の方が儲けてる人ってもう山ほどいるん で、うん、で逆にじゃあなんでそれ本業やめないかっていうと、本業で得られる技術とか本業の大きな PL だからこそできる経験っていうのをやってるんですっていう人って、まあ、結構周りもいるんで、だから全然なんかそのオアではないなっていうのを思いますけどね。こっちの経験がこっちに生きて、こっちの経験がこっちに生きるってめちゃくちゃありまくるじゃないですか、うん、だから例えば経営で悩んだこととか、うん、その経営で苦しんだこととかっていうのは大体本にしてなんか抽象化すると大体面白いんですよね、うん、なんでかというと悩んでる人絶対いるん で、うんうん、で一方でその本をやるからこそ会える人もいるし、うん、ビジネスの提携とかってあるんで、うんうん、その両輪ですごいぐるぐる回してる感じありますよね、うんうん、企画的学歴が高い学生さんがやっぱ一番恐れてるのはやっぱ捨てることで、うん、でも捨てる経験をやっぱり10代20代でできるかどうかってものすごい重要だと思っていて、で僕自身は20代で年収2回半分になってるんですよ、うん、てか1回ゼロになってて、うん、無職になってで海外行って、うん、で本当に貯金もないみたいな状態があったんですけど、やっぱそれを経験したのがものすごく良かったなと思って、うん、なんか別に何か捨てても問題じゃないし、自分が持ってたと思うものって大して持ってなかったなっていう、うん、気づくと思ってて、うん、で比較的学歴とかがすごくいい人の方が、うん、なんか自分が、まあ、あたかもなんか何か持ってるような感覚を持っちゃうんで、それをなんか捨てるというか、そこでこうボトルネックになることは多いなって思うんですけどね、うん、いやだから、うん、家族とかいると大変ですよね、うん、これよく言われると思うんですけど、例えば採用面接とかで昔よく言われてたのが、うん、その人が優秀かどうか見るためにはその人が使ってるブラウザ見ろと、もともとのデフォルトの使ってたら、あんまり優秀じゃなくて、要はそのちゃんと、まあ、Chrome とかね、Firefox とかわかんないですけど、使ってる人の方がやっぱアップデートする思考があるから優秀だみたいな論があったらしいんですよ、昔。そういう調査があったらしくて。でそれは多分学生さんも多分そうで、やっぱり企業行った時に、この企業は明らかになんかテクノロジー導入されてないなみたいな会社だと、やっぱ変化に対応するのが弱いんじゃないかなっていうふうに思う割合が増えたと思いますよね。僕だからそれよりもなんかその大企業志向というのが全然変わらねえなっていうことに関してすごく思うところがあるというか、多分まあ周りの目を気にする族的な考え方も一つの要素だと思うんですけど、うん、ロケットの会社の話をすると、もうまだ会社も作ってなかった頃、その、まあ、ボランティア集団みたいな感じでやってた中に、早稲田大学の学生のサークル、ロケットとか鳥人間コンテストとかやるサークルがあるんですけど、そこの子が手伝いに来てたんですよ、で、お前優秀だから一緒にロケットの会社作ろうぜって言ってたんですけど、いや僕はだった彼も三菱重工かなんかに行ったのかな、でえなんでって話をしたら、いやロケット作るのも好きなんですけど合コンもしたいんですよみたいな、今日なんで手伝いに来ないのって言ったら、いや合コンがあるんだみたいな、まあそんな感じなのかなっていうか、やっぱりリアルですねそれね、うん、なんかそこまで好きじゃないのかな、あともう一つはその大企業にやっぱり行っちゃうって、僕はほらいくつも会社作ってますけど、会社ちっちゃい頃って優秀な人材入ってこないんですよ、やっぱどうしても、なんですけどそういう会社に入ってきて片足突っ込んだ子ってやっぱり優秀なんですよね。そうですね。僕一緒に働いてた時は全然ダメだなと思ってたんだけど、
スタートアップの初期の頃に入ってた人たちって、うん、やっぱそこで戦闘能力、なんか総合格闘技みたいな感じじゃないですか、うん、スタートアップって、うん、もう何が何でもよくて、別に恥とかどうでもよくて、なんか数年やっぱ経験すると、うん、なんかその後のやっぱビジネスとか、やっぱ相当強いなと思いますし、例えば今うちの会社がもし仮にバンって潰れたとしても絶対食べていけるなっていうか絶対生きていけるなって感覚があるん で、うん、でそれは僕大きな会社2社経験してましたけど、うん、その感覚は全然なかったんで、うんうん、だからそういうふうなところになんで行っちゃうのかなというのは、うん、周りの世間の目とかあと親ブロック、うんうん、親ブロックもあった、親ブロックもあったんですよ、うん、だから僕はまだ当時は、うん、その東大の学生課に無料で張り紙ができたんですよ、ね、うん、求人の、うん、バイト募集みたいな、うん、それを使ってたんですよ、延べ何十人も、うん、雇ってたんですけど、うん、そのうちの一人がすごいハマって、うん、俺もネットの仕事で生きていきますみたいな、うん、もう1996年とか7年ぐらいの話ですけど、うん、彼今何してるか分かんないけど、うん、あの大学2年生の子が来てて、うんうん、もうこのまま大学中退して一緒にやっていきましょう、お礼さんって、うんうん、お前来たら1億売り上げ増えるぞ、うん、イエーイみたいな感じで、行ったら、うん、次の日、うん、お母さんが殴り込んできて、うちの息子は、こんなクソみたいな会社に就職させるために、東大にやったんじゃないんですよとかって怒っちゃってて、やべえ、めんどくせえと思って、あとやっぱ僕思うのがすごいシンプルに仕事ってめちゃくちゃ面白いよってことを分かって伝わりきってないんじゃないかなっていう気もするんですよ、うん、やっぱ僕はもう仕事もめっちゃ好きで、うん、例えば今や1000億あったら多分同じことやるなって感覚なんですよ、うん、だって好きでやってるんでって感じなんですけど、うん、でも多分その、まあ、例えば合コンにねさっき行きたいからっていう人とかって、うん、まあ、やっぱり合コンとかそういう、ね、恋愛とかも楽しいけどでも基本的にやっぱ暇な人がやるっていうか、うん、なんか熱中してたらもちろん恋愛も楽しいし、うん、合コンも楽しいけどなんか熱中しててしかもそれがお金を生み出して、うん、で世の中のためになってしかも仲間もできるって、うん、こんな最高のゲームあるみたいな感覚って多分堀江さんも思ってると思うし、うん、僕も思ってて、うん、でもそれがやっぱりなんかちょっと伝わりきってない部分は、うん、なんかあんのかなっていう時もありますけどね、うん、どうなんだろう、伝わりきってないというよりは、うんうん、やっぱ本気じゃないんだろうな、うん、あとさっきの親ブロック、なるほど、親とか周りの家族とか、うん、そういう人たちがすごいブロックをしてくる、うん、その時どうしたんですか、ちなみに堀江さんは、だから、あ、じゃあいいです僕めんどくさいけど大嫌いなんで、あ、それは縁がなかったね、そのまま音信不通ですよ、ね、もし彼がそのままいたらね、うん、株もね、はい、5% くらい持ってね、うん、何十億って、うん、多分、ね、キャッシュインして、うん、なんかね、うん、マフィアになってたんじゃないですか、そうですね、学生時代にビジネスするとか、うん、それこそ YouTuber やるのって、うん、マジでノーリスク、ミドルリターンというかハイリターンでしかなくないですか、うん、そうなんですよ、だから、うん、要はベーシックインカムもらってるようなもんなんで、うん、親からね、うん、だから、ま、ベーシックインカムもらいながらいろんなことにチャレンジして、うん、多少そのなんだろう法的リスクがあることでも、うん、少年法でね、うん、守られるんで、うん、なんかやりたい放題だよ君は大人怖くてできないようなこともできちゃうよみたいな、そうですよね、こんなノーリスクの状態ある、うん、そうです、